ゆうです。バザーのお疲れ様です。はい、今日楽しみの方、おめでとうございます。はい、今日はお久しぶりに無課金サバカー柴犬丸でございます。はい、動画お楽しみにしてください。動画ね、いつも柴犬丸ファンの方、大変長らくお待たせいたしました。と言ってもですね、今日はね、ちょっと時間の都合上ガチャガチャ動画でございます。ちょっとね、クエストね、まだね、レベル15クリアしなかったんで、撮ろうかなと思ったんですけど、ちょっとね、先ほどちょっと、まずあの公式さんがポストしあって、もう100式が常設されると、新100式ですか。それで今んとこちょっと厳しくて、もうその85個のために、今ね、言うたらね、魔法石15個あるんですよ。はい、芝居の丸。15個でちょっと今一番クリアに近しい存在がこちらなんですよね。シーズンスーパーゴッドフェスじゃあもう1回しか引けないんで、レアガチャのゲンガシフェスでこのね、ライル狙ってガチャガチャ久しぶりの柴犬丸でございますが、していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、無料配布分ね、一応ね、お見せしますと、15個。はい、ちょうど15個ですね。はい。3回切りの勝負です。ちょっとこれ気合い入れて引きますわ。はい。いやー、じゃね、ほんまに、これ、サンドアート原画師って僕言ってたんです。サンドアートって言ってたんですけど、ライルなんですね。ほんまに、最悪これミスっても、白蓮光でも、ノバでも、ゴーテンでも、5点はちょっといいかな。ね、連続でね、生放送、お付き合いください。ありがとうございました。これ言うの忘れたな。金曜日8時間、土曜日2時間、日曜日4時間、はい。長時間、本当生放送お付き合いください。ありがとうございました。まあ、もう皆さんもお疲れ様でした。はい。最初に感謝の気持ちを言うことによって、徳を積むことによって、ガチャを、引き寄せる。引き寄せるって何や。おし、あら、かわいいクレヨン。3体目。こう、最悪ね、これもうたまになるんですよね。もうほんまに、よく言えば交換痛いんで、自前で、はい。1体、あと2回以上1体、このライルが出たら、勝ち、実質。はい、もう全然金卵に用じゃないから。よし、オープンだ、すごいの、落とし込めば。ちょっと待って。びっくりしたー。マジで？初ゲットやん。え？ちょっと待って、ゼラで、貴族生ね、確かに最近勢いすごいっすよ。もうブイブイ言わせますよ、貴族生。切り替えないで、ゼラにも大感謝は大感謝なんですけど、ゲンガシフェス後半の目玉といえば、ゼラではまあないとはいね、あるとは言い切れないでしょう。ラスト、ほんまに。全集中して。すごい！はい！金卵に全く用じゃない。よし！こちらが本物でございました。はい、最後に遅れてやってくるライル。ありがとうございます！もうなんかね、ほんまにね、もうメインアカウントでもね、なんか言いたいんですけど、癖が強いんよ、いっぱい持ってるキャラを。みんなもう、いや、いっぱいでもなかったけど、2体目。いや、でも、回収で文句言うとあかんのかな。いや、あー、そうか。え？極悪柴犬丸池王子編、百式編。いっちゃいます？これ。え、ワンチャンこれチャンスある？それではね、とりあえず、一応ね、
今回はの結果見ていって、交換所もちょっと交換したいキャラもいるんで、そこちょっと見ていきましょう。はい、まずは上からこちらですね。はい、クレヨン何やったっけ、クレシャ、はい、クレシャ、ゼラチン、回収。いや、ほんま癖強いわ。なんかほんまね、いろいろ癖強い。ちょっと何パーやったんこれ。スパゴやん。1%違いか。ゼラは 0.75。 1% の壁を超えていってますね。はい、それでは交換所見ていきましょう。で、忘れずに、僕いつも忘れるんですよ。ほんまに最終日に、ね、忘れるんで、もうこの動画内でごめんなさい、交換させていただきます。これは食べました。はい、皆さんもね、最終日、前に多分ね、去年忘れてるんですよ僕。で、まずパズドラ学園生徒手帳を入手しまして、生徒である証をね、で、学園通知書をもらって、はい、新学期を終えると、はい。全然余裕でこれありましたね、はい。よしよしよし。それでは、ここからがちょっともう、荒技に出ましょう。もちろんですよ、ライルがっつり交換しに来ます。弾ね、こんだけあるんですよね。で、本当にもうね、アルテミスにとって、あ、アルテミス一つにとってもこの3体とかも、試練進化の走り込みさせないんですけど、まだ、はい、ちょっといろいろ戻していきたいと思います。それではちょっと場面ね、ちょっと飛ばしますね。はい、はい、まず1体目のサンドアート原画師ライル。サンドアートのことは僕は何も知りません。何かわかりませんが、とりあえず、いらっしゃいませ。20体と引き換えに、サンドアート原画師ライルを特殊召喚。しゃあ。原画師バッチャいて、びっくりした。はい。さあ、それでは2体目、ちょっとひねり出せるか試しています。それでは、引き換えます。はい、まだ5体しか用意できておりません。ちょっと待って、やばい、あと13体やねんけど、どうしようかな。ちょっと複数体原画室武器用に置いとこうかなと思ったんですけど、そこら辺もちょっともうしゃあない、行ってもらいます。はい、ちょっとこれでも8体ですね。ちょっと待って、もうちょっと待ってくださいね。シェリアス、フェス原しか持っとらへん。あと7体、どうしようかな。ちょっと待ってくださいね。声もだいぶもう決まってきましたね。ガン決まりしてきましたね。いつも名がガン決まりなんですけど。ちょっとあと7体検討します。はい、ちょっとモドリットをね、3体、とりあえず買い、2体買い込みます。はい。あと4です。あと4、どうしましょう。もう、アルゲディとかいらんかな。アルゲディね、あれでしょ。ちゃいますか、JK。モドリット、あと3必要なんですよ。モドリット、あと3買い込みます。買い込みます。はい。しゃあ。来ました。はい。これで、これがね、極悪柴犬丸、最後の錬成でございます。それでは、いいですか。はい。しゃあ、2体でライル揃った。極悪柴犬丸じゃなくて、百式に行く過程でちょっと強靭柴犬丸になってしまいましたが、サンドアート原画師、何のこっちゃわからんけど、僕はサンドアートに関しては、はい、ライル、これ2体交換したんで、はい、さすがにこれ、ごめんなさい、メインアカウントで、つよつよライル用意させていただくんですが、それか、柴犬丸とフレンドさん、つよつよライル出してくださると嬉しいです。はい、もう強靭みたいな声言ってもうてる、目もガン決まり状態で、はい、判断したんで、この判断が正しいかわからないですが、少し、切ないのと、モンポが60万、いや、80万ぐらいか、
ちょっと飛んでったんですけど、はい、じゃあ8万か、はい、まあ、悔いはないようにね、はい、これで百式フルボッコにして百式柴犬丸になって常設もクリアしてお届けできるように今から編成練りに練って、その前にこの動画編集したいと思います。それではね、今回はこんな感じで終わりたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。アップデートが来るようですね。はい、よく考えたらね、今僕交換しながらね、ちょっともう動画撮っちゃったんで引き下がれなかったんですけど、ガンダムでクリアするという答えもあったかもしれないですが、まあまあまあそれ置いといてね、はい、サンドアート原画師ライルで百式いったりましょうか。それでは本当にありがとうございました。お付き合いください。ありがとうございました。ここら辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。ぜひね、この強靭っぷりが良かったよって方は、評価も。そして、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。あとは、それに概要欄の X と、TikTok のアカウントもフォローしてくださると嬉しいです。今週はね、大体ほぼ毎日はわからないですけど、定期的にね、昼間、日中昼間配信していきたいと思っておりますんで、こちらもどうぞよろしくお願いします。あ、パズドラ配信してますね。ゲーム配信してます、昼間に。はい。それでは、皆さんもお疲れ様でした。で、僕は一番心に来てるんですけどね。はい。それでは、バイバイ。